全国的に書店の数が減って県内でも一軒も店舗がない自治体がある中、益子町では町に一軒しかない新しく出版されたさまざまな分野の本を扱う書店が今日移転オープンしました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。益子町唯一の新刊総合書店、創業123年目の添屋書店です。1962年に建てられた店舗が老朽化したことなどから、真向かいに新築の店舗を建て、今日新たにオープンしました。開店後も納品された本を棚に出したり、ポスターの位置を決めたりと大忙しです。いつオープンなんだろうって楽しみにしていたので、違う地区まで買いに行かなくちゃならなかったりしたので、やっぱりこういう身近にたくさんの種類の本がある、本屋さんがあるのはすごくいいと思います。益子町では去年別の書店が閉店し、町内にある新館の総合書店はこの店だけとなりました。5代目店主の添谷恭平さんによりますと、店ではこれまで他の店と差別化するため、美術書を中心に扱っていました。電子書籍やインターネット販売の拡大で、紙の本の売り上げが下がる中でも、扱う分野を増やし、地域の需要に応える決断をしました。可能な限り引き継いでやらなきゃいけないですし、完全なる代わりになるとは思わないですけど、少しでも、町の本屋としてインフラとして機能できるように頑張りたいと思います。出版文化産業振興財団の調査によりますと、書店が一店舗もない自治体が今年3月時点で全体の 27.7% に上っています。また、日本出版インフラセンターによりますと、栃木県内では野木町、塩谷町、中川町に書店がないということです。少しでも長く続けて、変わらず地元の方に愛される本屋さんになっていけるように頑張りたいと思います。